やつまれー。俺はディアルガか。みんなさー、ぼーちゃんだぼー。おはよう、ございます。ただいまお母さん、ただいま。わー、2020年6月6、熊の数字増えたぞ。15日月曜日の午前11時29分です。いい肉。いい肉だって。もう一回言おう。いい肉。では本日のお知らせだ。明日ランサーグデイヤツデイデイツ。ちょっと待って待って、ちょっと待ってな。あ、ちょっと待って、落ち着け落ち着け、ちょ、一回落ち着け。ランさん誰？ランさん、多分頭にトゲ生えてる。寂しくなっちゃいますね。ランさんとお話ししたい方は今日中にお家を訪ねてくださいね。別に寂しくないけど。本日は楽しみです。ダダダダー。早くして、早く早く A ボタンを押してくんない？あのずっとこの口開きっぱなしになっちゃうから、早く早く A ボタンを押してくれ。早くして。ねえ、何してんのね。生きてる？ね、死んだ？ねえねえ、口角ずっと上がってるやけどね。本当に本当にうざくんねん、マジでよ。どうも、喉飴を舐めたら喉がなくなりました。ということでね、やっていきましょう。ということでやっていくか。久々なんだよね。俺さ、なんかずっと生活リズムがさ、もう狂いに狂いまくって動画を撮れてなかったわけよ。だからめちゃくちゃ久しぶり。もうこれ2億年ぶりのスマブラ。ポストの中半端ないと思って50点ぐらい来てんじゃねえか。じゃあ開けますか、ポスト。いや頼むよ、短く会ってくれ。おい、あれ、おい、あれ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 、ちょっと寂しい。シーズン商品を入荷しました。あ、それ行くしかないじゃん。てことでなんかラン姉ちゃんが、ラン姉ちゃんって言っちゃったじゃん、もう。言っちゃった。ランさんが出ていくそうなんでね。これじゃないでしょ、これでもない、これでもない。え、ランどこ、ランって誰？え、ランさんどこ、ラン、気になる、気になる、負けるな、負けるな、くそ、負けた。どうもどうも、私、ローランとモスですか？モスですかって、知るか。トレストライテラー、ラグスサイズ、スモール、メディアン、ラージ。ガロール買ってからオーダーシェーブ。帰国子女か。不思議な壁紙3000ベルですか。それでいいか。急に慣れ慣れしいじゃん、お前。喋りかけただけで友達になりましたよみたいな、そういうやつやだわ、やだわ。なんか最初すごいさ、あのなんか堅苦しかったのに、2回目喋りかけるとき超慣れ慣れしいやつやだわ。ランさんどこなん、ランさん。ランさん、あ、ランさん、ラン、絶対これ、あの、頭のトゲで刺されるやつだ。刺し殺される。お、おしゃれ。え、待って、めちゃくちゃ壁紙おしゃれなんだけど、お前この壁紙俺に渡してから引っ越せ。ひどすぎ。初めて喋りかけたかもしんない、俺。もしかしたら。ごめん。こんだけ動物の森やってきて、お前に話しかけたの初めてだから。波みたいに、私も出る前にご挨拶したかったんです。ボソボソ喋んな。私の頭の上に生えてるやつ、これぜいチンアナゴなんですよ。島を出るのはちょっと寂しいですけど、さゆみさんはどうぞ元気で。なかー！待て待て待て、ちょっと待て待て、お前野生に帰ったんか突然。急に野生の本能芽生えたんか。豆吉のお店でなんかシーズン商品が売ってるらしいから、今まで、あのさ、ずっと突っ込まないといたけど、ここ汚すぎん。よし、久しぶりに入るな、ここ。いや、もう全部が久しぶりなんだけどさ。いらっしゃいませー、たぬき商店へようこそ。うん、だとしたらお店間違えたよ。あの屋根上の部屋ってさ、死体積まれてるでしょ。おー、空ビビじゃないか。風の噂で聞いたんだけど、お前がスズキをゲットしたって
本当か誰でもゲットできんだ。なあ、600ベル出すから、おらに売ってくれないか、どこへ。なんならさ、お前の部屋に飾ってないか、これ。これ、鈴木だろ、お前。お前何匹鈴木集めんだよ。サンキュー。お前って、話のわかるやつだな。今から薬物の取引でもするんか。この三兄弟の顔腹立つわ。いつまで僕たちここにおるんですかみたいな。腹立つわ。皆さん。実は、明日になりました勢いだけはいい。ただいまの天夜との地獄は、2000年だから明日になったって言ってんだ。そういうことで、明日になりました。ランさん引っ越しました。うん、早かった。あいつ早かったな。最初で最後のランさんだったな、あれ。うわ、いない。ランさんがいない。いや、今笑うとこじゃねえんだ。うん、今笑ってるとしたらお前はサイコパスなんだよ。住民が一人削れたから、やることは一つよ。ということで、ちょっとマイル旅行券交換してくるわ。こんな、うん。よし、じゃあ、マイル旅行券3枚入手したから、これでもう3枚で決めるから、俺。本当に。いや、これで気持ち悪いやつ来ても、俺はそれを受け入れる。うん。そういう覚悟で俺はやらせてもらう。カス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 さあ、ロドリーやってきたぞ。もうこの3枚で勝負決めるからさ、もうなんか、頼むからいい島に行ってくれ。頼むわ、ロドリー。お前だけちょっと待って待ってごめん毎回間違えてるモーリーだったごめんロドリーもういいどっちでもよくねもう。などと供述しており。さあ、やってきたぞ第一の島。いや、これで決まる可能性もあるからな。ぶっちゃけ、いや、これで決まってもいいよ。でも、可愛いやつは望んでない。俺は、面白いやつを望んでるから、なんかいたよな、今、ここら辺に。いやー、ちょっとランさんに似てるからやめとくわ。バイバーイ。さあ、来たぞ。なんか、お、すごくない待って、なんかすごくない竹なんだけど。え？うわ、いる待ってうわ、見たくね見たく、いや、見るほら、見るぞいるいたーうわ、かわいいかわいいえお、かわいくね待って、え、めっちゃかわいいペーターハリーペーターあ、はじめまして、僕ペーターだよ。ちょっとお邪魔してます。エクスペクトバトルナーすんませんね、あの癖で。君は、テオトンのさ、ビビ君が、仲良くしようね。おろおろ。こうやってオロオロっていうことによって僕の好感度は爆上がりさ。だってオロオロって可愛いじゃないか。よく考えてみろ。そのなんかダチョウとかより可愛いだろ。オロオロのおかげだから僕の好感度は爆上がりだ。いや、どうしよう、こいつでいいな。いや、こいつでもいいんだな。ぶっ、いや、くそ。いや、ラスト1枚にかけるのか。どうしよう、なんかえげつないゴリラとか来たらどうしよう、まあいいか。くそ、いや、諦める。じゃあ、ペーター、ちょっと、俺行くの怖いんだけど。俺本当に怖い。やばい、チラ見えしてる、チラ見えする、怖い。俺怖いからここで一週間過ごすわ。なんで？行くぞ、せーの。嘘でしょねえ。え？ちょっと。なんだお前、確認だけど初対面だよな。おら、金閣ってんだ。今日はたまたまここへ遊びに来たのさ。俺が鎧の巨人で、こいつが超型巨人ってやつだ。ところで、お前の名前を聞いてなかったな。なるほど、そらビビったのか。タイヤとか来たのって。せーの。おちんぽ。なんでまたそんな遠いとこかよ。まあ、人にはそれぞれ事情があるよね。俺は不快だしねえから安心しな。でも、俺は戦士だ。戦士として、最後まで責任を果たすことだ。なるほどね。うん、多分こいつ巨人だ。どんな島なのかよく知らないけど、おめえが住んでるのは間違いねえよね。へんてこな島ってことはないだろ。うん、そうだよ。うん、別に、いや、うん。前髪チンポマ、新しい仲間が決まったぞ。どうだお前の気持ちを聞かせてくれ。
おい、そらビブ、俺のな、乳首からな、母乳出てきた。